はい、理想の主体作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。まろび出てしまいました。左手デバイスの筆頭ループデックの最新最小最安モデルループデックライブ S です。このライブ S は2020年に発売されたループデックライブのつまみや物理ボタンの数を少なく絞り込んで、それを理由に1万円以上も値下げしてくれた心優しきガジェットです。タッチボタンも1列増えて一覧性も増してます。とはいえ、つまみと物理ボタンはループデックの使い心地を左右する最重要ポイントでもあります。ということで、こんな小さなわがままボディでどこまで快適に作業できるか戦えるかを徹底的に検証させていただきます。先に結論ですが、日常デスク生活、スマートホーム、ウェブ会議配信、資料作成など一般的な PC 作業はライブ S で全く問題なく素晴らしく快適にこなせてしまいました。せっかくの機会なんで、今まで磨き上げてきたループデック使い倒し術7選プラスアルファをこの動画で一気に紹介させてください。すでにライブや CT を持ってるけどどう使っていいかわからんって同士の方も含めて、相当お役立ていただける内容になった可能性は否定できません。でもう一つ、個人的にめちゃくちゃ気になってるのが、クリエイティブ系の作業が本当にできるかです。特につまみが2個ってのは正直不安しかありません。ただ道具の使い心地って実際の環境で長時間ハードコアに試さないとわからないんで、今回この動画の編集を完全ライブ S 縛りプレイでやってみたいと思います。いつも使っていたハイエンドモデルの CT は封印です。で、正直な感想を別撮りして動画の最後にくっつけておきます。今回の動画はクラファンスタートに合わせてループデックさんからライブ S のサンプル機をお貸し出しいただいて作ってるんですが、そもそもループデックとの出会いはライブを普通に自腹で買ったことが始まりですし、何より左手デバイスは生産性に大直結するとんでも重要デスクアイテムなんで、一切の妥協忖度なしで行かせていただきます。それではライブ S で日常生活を劇的に時短する方法についてです。概要欄に目次もつけてますが、ぜひ始めから終わりまで全部見てみてください。あと、これから先の実演ではライブ S ではなくライブの方を使わせてください。このサンプル機だとまだフル稼働は難しいためです。といっても、つまみを2個だけ、ボタンを4つだけ使うことでほぼ完全にライブ S の使い心地を再現できているものとご理解いただいて大丈夫です。以前の動画でもご紹介した一発ログインマクロ、本当に便利なんですが、さらに進化できます。一発ログインってのは指紋認証タッチ ID を再現できるマクロのことで、パスワード文字列を入力してエンターキーを押すっていう2つの操作を一瞬でこなせます。 MacBook を閉じたクラムシェルモードでのスリープ復帰とか、システム変更の時のパスワード入力なんかがものすごく楽ちんになります。これをさらに進化させたのが必殺全開始ボタンです。一発ログインに加えてスクリーンバーをつけまくろ、エアコンをつけまくろっていう別のマクロたちも同時発動させる合体マクロです。スクリーンバーやエアコンのオンオフについては、 IFT っていうウェブサービスの Webhook という名前の任意の URL へのアクセスが検知されたらアクションを実行するっていう発動条件を使っています。ループレックで URL へのアクセスは簡単に仕込めるんで、 Webhook 用の URL にアクセスする、確実にページを開くため数秒待機、コマンド W のショートカットで開いた URL を閉じるっていう3ステップのマクロでコントロールできます。同じ考え方で全終了もめちゃめちゃおすすめです。照明やらエアコンやらをボタン一発でオフれるんで、発狂した妻や錯乱状態の子供からの理不尽な呼び出しにも冷静に即応できちゃいます。モーニングルーティンボタンも超おすすめです。デスクの民の場合、毎朝必ずチェックするサイトの1つや2つや50や100はありますよね。ボタン一撃で全部開けます。ちなみにちょっとマニアックかもですが、 Google Chrome で用途ごとにブラウザ自体のアカウントを分けてる同士の方って多いですよね。まさか僕だけですかね。 Mac の標準機能で特定のプロファイルの Chrome を開くっていうオリジナルショートカットも作れるんで、特定のクロームから特定のウェブページを開くなんてマクロも朝飯前です。作業ごとにお気に入りのウィンドウ配置ってありませんか？いろんなウィンドウを開きまくって画面がハゲ散らかしててもですね、ボタン一撃であっという間にお気に入りのアプリだけを最前面に持ってきて、しかも配置まで整理整頓できちゃいます。ループデックのマクロで使える実行は、必要なアプリの起動はもちろんですが、すでに開いてるアプリに対してはアクティブにするってアクションともなります。なので対象アプリを実行でアクティブ化してマグネットのショートカットを発動ってのを繰り返せば、複数アプリに対してマグネットのショートカットを一気に効かせられるんです。ボタンにテキストを仕込むには横書きテキストを使います。ただ何のテキストを仕込むかがとっても重要です。先にダメな例として、キーボードをメインに行う作業、例えばメールの定型文のお世話になっておりますとかよろしくお願いしますだったり、自分固有の覚えやすい呼び出しフレーズを作れるテキスト、メアドとか住所とか郵便番号なんかは辞書機能とかアルフレッドみたいなランチャーアプリでキーボードから手を離さずに入力した方が早い
早いです。では何をループレックに仕込むかですが、僕はプレカの番号とかよく使うパスワードなんかを登録しています。考え方として1日数回以内の低頻度で入力するやつ、覚える価値がないまたは覚えられないやつ、辞書やランチャーアプリで間違って自動入力されたくないやつ、プレカ情報みたいに毎回実物を引っ張り出してきて目視確認が手間なやつなんかはボタンにすると良さげです。得意気に語ってますが、この8ヶ月毎日ループレックをいじくり続けて、なんだかんだ今も生き残ってる自動入力ボタンを眺めて思いついた結果論なんで、もっとエクセレントな考え方があればぜひコメント欄で教えてください。今から紹介するのは特に自信作です。我々ビジネスパーソンのやる気と時間を根こそぎ奪い取る諸悪の根源は何でしょうか？ズバリ経理処理です。僕の場合、メールでピコピコ届く領収書について PDF 化して保存せよ、しかもファイル名には日付と金額と取引先名を書いとけっていう七面倒くさい強制労働を当局から強いられてます。作業のたびに悶絶してました。ですが今はループレックでほぼ自動化できてます。実演させてください。まず Gmail に届いた領収書のどっかに書いてある金額を普通にコマンド C でコピーします。取引先の名前も探してコマンド C でコピーします。次にお団子マークをクリックしたら、あとは経理書類 PDF ボタンを押すだけです。ポチッとです。ファイルを保存する直前までループレックが一気に処理を進めてくれるんです。めっちゃ気持ちよくないですか？手作業だと毎回50秒ぐらいかかってたんですが、このマクロで20秒以内に収まるようになりました。ペーストっていうクリップボード管理アプリとアルフレットっていうランチャーアプリを組み合わせた融合マクロです。41個のアクションを組み合わせてます。気になる方は一時停止して確認してみてください。実は普通のキーボード操作を一つ一つループレックにやってもらってるだけなんです。ポイントは2つです。まず最初の金額と取引先の手作業のコピーでペーストに内容を覚えさせてます。最後のファイル名自動記入の時に呼び出して使います。あとファイル名に今日の日付を自動記入させるとき、アルフレットというランチャーアプリのスニペットのプレイスホルダー機能を使っています。3日に1回この作業が発生するとして、1年で約120回、つまり3600秒、イコール1時間も節約できます。我々デスクのための時給は1500円なんで、ライブ S を定価の2万6900円でゲットしたとしてもわずか18年で元が取れます。実際には経理処理からの解放はプライスレスなんで実質タダです。いつも繰り返してるフォルダ作成ってありませんか？僕は動画ごとに日付入りの親フォルダを1つと、その中にファイル種類ごとの子フォルダを6つ作ってます。営業業務ならクライアントごとに提案見積もり請求書のフォルダを作るとかありえそうです。これもボタン一撃にできます。 Mac 標準のオートメーターってアプリでフォルダ作成のオートメーションを作っています。一応僕の設定を晒しておきます。オートメーターでクイックアクションを作ると、システム環境設定、キーボード、ショートカット、サービスのところでオリジナルショートカットを当て込めるんで、これをループレックのボタンとして登録しています。照明や空調もループレックでお手軽コントロールできます。今までにも NFC タグで iPhone をかざしてみたり、ショートカットアプリで iPad mini をリモコンにしたり、 Siri さんで音声操作したりと散々試してきたんですが、結局手元のボタンイズキングと言えます。スクリーンバーハローとかエアコンのリモコンを一切触らなくなったんで、デスクの上がさらにスッキリです。あと最強スマート照明の Hue はループレックとがっつり連携できるんで、シーンの切り替えとか細かい調光まで自由自在です。書斎のすべてのアイテムを各々コントロールする個別マクロを用意しています。そして冒頭の全開始ボタンみたいに、実際の活用シーンにフィットさせるもっと大きな合体マクロの中で適宜個別マクロも引っ張り出して動かすみたいにするのが管理もしやすくておすすめです。その他の軽めなやつもサクサクいきます。軽めといってもすべて時の洗礼に耐えた有益な猛者たちです。まずはやっぱり天気便利です。常に丸ボタンの1で即表示、ライトの色は地味な白ってことで全部のプロファイルで統一しています。ちなみに数字は常に半角入力されるようにしとくといいです。 Google 日本語入力なら環境設定の入力補助で数字グループを半角にできます。画面の拡大縮小はつまみでやるのがおすすめです。トラックパッドのピンチよりはるかに使いやすいです。つまみを押し込むと拡大縮小のリセットまでできます。つまみにショートカットを割り振れるカスタム調整ってのを使って、左に回すとコマンドマイナス、右に回すとコマンドプラス、押し込むとコマンドゼロっていう設定です。音楽や動画の再生、曲送り、一時停止、そして音量調整なんかをつまみ一発でできます。音楽アプリがバックグラウンドに潜ってても関係なく動作してくれるんでめちゃ使います。他にも覚えるほどではないけどよく使うショートカット、画面キャプチャとか画面収録とか Chrome 全タブ閉じなんかを仕込んでいます。続いてはウェブ会議での活用術のご紹介です。
とりあえず下り顔で椅子に座ればいいリアルの会議と違って、ウェブ会議って準備だけでげっそりですよね。最低限照明と音声の入出力をウェブ会議仕様に切り替える必要があります。あと僕の場合はループレックにウェブ会議用のワークスペースも作ってるんで、その切り替えもしたいですし、この後理由もお話ししますが、 OBS って配信アプリを起動して画面右端6分の1にウィンドウ配置するまでがワンセットです。これら全てをボタン一発でこなすようにしてます。音声ソースの切り替えですが、イヤー4 MacOS ってアプリを使って、このアプリのショートカットをループレックのマクロに組み込んでいます。次に会議中の活用事例です。アプリごとにショートカットとかボタンの位置とか微妙に違って混乱不可避なんで、よく使う Zoom と Google Meet はそれぞれミュートやカメラオンオフボタンを作っています。あと超便利なのが OBS です。資料とか見せたいときに、会議アプリの画面共有だと相手のモニターを全画面でジャックしちゃったり、切り替えにタイムラグがあったりで地味にストレス感じませんか？ OBS だと己の顔面もろ出し状態と共有したいウィンドウをメインにしつつ、自分は小さくワイプ化状態の2つのシーンをあらかじめ作っておくだけでボタンで即切り替えられます。 OBS 側で仮想カメラにしとくと、会議アプリ側では普通のカメラとして認識されます。なので OBS でシーンを切り替えると、会議アプリでは自分の出力映像だけがしれっと切り替わってくれるんです。めっちゃシームレスで快適です。複数の参加者がそれぞれ見せたい画面を共有するみたいな使い方も楽勝と思われます。 OBS は無料でダウンロードできますし、ループレックとも深く連携させられるんで、ぜひ試してみてください。ちなみに本当は複数カメラの切り替えとか照明コントロールとか効果音とか画像とかテロップの挿入なんかも全部ボタン一発でできるように設定できます。ワンオペライブ配信のクオリティを劇的に高めたりと、かなりいろいろ活用できそうです。続いてはオフィスワークで使うとどんな感じか見ていきます。今回はパワーポイントを例に取り上げますが、その前にいくつか知っておくべきループレックの特徴もお話しさせてください。アプリごとに個別のプロファイルを作り込めます。 Adobe系ソフトや Final Cut Pro、 OBS、Spotify などは初めからプロファイルが用意されてますし、マーケットプレイスからゲットできるプロファイルもあります。こんな感じです。これらのプロファイルをベースに、さらに自分好みにカスタマイズしていきます。あとものすごく便利なのが、アクティブなアプリに合わせてプロファイルを自動で切り替えてくれるダイナミックモードです。本題ですが、2022年8月時点ではオフィス系ソフト、 PowerPoint、Excel、Word なんかのループレックのプロファイルはまだ見当たりません。自分で作ることになります。オフィス系ソフトはループレック云々以前に、クイックアクセスツールバーをカスタムする、よく使うメニューのショートカットを作る、規定のオブジェクトとかスライドマスターを整えるみたいな、アプリ内の環境を整えるが先だと思っています。その上でループレックの活用法を試行錯誤してみました。例えばつまみで文字サイズの変更を太字化できます。つまみの回転方向にショートカットを割り振れるカスタム調整で、文字サイズ変更のショートカットを割り振って、つまみの押し込み方向に対してはコマンド B で太字化するショートカットを割り振ってます。画面の拡大縮小とフルスクリーン化もつまみでやると快適です。あとはオブジェクトの90度回転なんかもつまみでやる価値はある気がします。タッチパネルボタンにはものすごくよく使うオブジェクト、例えば四角、線、三角なんかを仕込むといいです。オブジェクトの並び替えなんかもループレックのボタンで一発です。オフィス系ソフトはテキスト入力が基本になるんで、キーボードがメイン、ループレックはサブと位置づけた方が効率はいいはずです。今回僕は Mac 版の PowerPoint でしか試せてませんが、 Windows 版なら Alt キーでキーボードショートカットだけでリボンメニューの中に入っていきますよね。であれば Mac よりも100倍自由に特定機能を呼び出すショートカットをループレックに仕込めるかもしれません。あと将来的にオフィス系ソフトのプロファイルがちゃんと公開された場合は、ループレックでできることが一気に増えるはずです。それではお待ちかねの LiveS のデメリットについて暴露していきます。5つあります。1つ目は何といってもつまみが2個しかないことです。3個以上の機能を割り振りたい場合は、新しく作ったダイヤルページへの切り替えが必要です。あと Live や CT と違って、 LiveS には割り当て機能の常時表示場所がありません。サンプル機によると、つまみをひねる、または縦にスワイプしてダイヤルページを切り替えるときに、割り当て機能が隣のパネルに一瞬表示されるようです。今この時点でつまみでやりたいことがいっぱいあんのよって明確になってる同士の方は、つまみが6つあるライブの方を迷わず選んでいいと思います。僕自身の感想としては、日常仕様でライブ S のつまみがボトルネックに感じることは実は全くなかったです。もともとライブや CT でも、普段は音量操作と画面の拡大縮小の2つをメインにつまみを使ってました。3つ目以降の用途として、曲送りとかページスクロールもあったんですが、曲送りは急がないのでダイヤルページの切り替えでも特段ストレスには感じませんし、スクロールはもはやトラックパッドでいいやという感覚です。ただゴリゴリのクリエイティブ作業ではつまみが大活躍なんで、動画最後の感想
部分でがっつりまとめてお話しさせてください。次に気になるのはタッチパネルボタンがノールック操作に向かないことです。指をボタンの上に置いたままキープはできません。日常操作&時々 YouTube 動画投稿的なサムシングっていう僕の用途では全くデメリットにならないんですが、ペンでお絵描きしながら左手は常にループレッグのボタンの上に置いときたいみたいなノールック操作には向かないかもです。完全なる個人的な妄想なんですが、ボタンに物理的な外枠はありますし、タッチボタンを押した時にバイブレーションを返してくれる機能もあるんで、今後ソフトウェアアップデートで MacBook のマジックトラックパッドみたいにタップとは別に押し込みクリックなんかもできるようになると激アツになるかもしれません。3つ目はケーブルの存在です。ケーブル嫌いなのにループレッグが便利すぎて使わざるを得ない矛盾に苦しみ続けてきました。デスクシェルフで隠すってのが現時点で行き着いた解決策といえます。4つ目、ソフトウェアの使い勝手が2022年8月時点では惜しい感じです。慣れると適用できちゃうんですが、使い始めはちょっと面食らうと思います。例えばマクロの途中にアクションを追加できなくて、都度一番下に追加されたやつを上に持っていかないといけないとか、文字入力で変換を決定したいだけなのにそのまま決定されちゃうみたいな細かい点の改善は今後に期待です。最後の気になる点はまだまだ日本の使用人口が少ない気がすることです。上にネット上の情報も少ないですし、日本語化も完璧ではありません。ファイナルカットプロのループレックアクションを初めて開いて全部英語だった時の絶望は筆舌に尽くしがたいものがあったと記憶しています。ただですね、ループレックが我々日本人向けにマーケティングを始めたのは2021年のことなんで、これからの躍進がすごく楽しみです。日本語化についても日本人の担当者が血眼で進めてる真っ最中とのことなんで、今後は大いに期待できると思います。それではいよいよ動画編集みたいなハードコアクリエイティブ作業に使えるかの検証結果に踏み込みつつ、 LiveS はどんな人におすすめかの最終的な答えを出していきたいと思います。ライブのボタンとつまみを封じて仮想ライブ S としてこの動画の編集を行ってみました。具体的な作業内容は人それぞれなんで、ここではエッセンスを凝縮してお話しさせてください。まずそもそもライブ S で編集できたかですが、結論できました。ただ右手の疲れがやばいです。今までライブや CT で左手に負荷分散できてた分がライブ S だとかなり右手に戻ってきてしまった感じです。理由はもちろんつまみの数の不足です。いちいちつまみのページを切り替えるのも面倒ですし、今何の機能がつまみに当たってるか一目でわからないのもちょっときついです。ということで、この8ヶ月かけてライブも CT もライブ S もがっつり使い込んだデスクの民目線で各モデルがどんな人に向いてるか断言させてください。まずクリエイティブワーク以外のデスクワークや日常生活を時短したい、ループレックを最小リスクで試したい、ボタンでコントロールできる作業を時短したいって同志の方にはライブ S がぴったりです。今回のクラファンだと最安で 16,250 円とのことなんで、この機会に行くしかないです。次に副業で編集作業をやる、またはやりそう、本業で使うから小さいのがいい。ループレックの最大の強みはつまみと知っているって同士の方は間違いなくライブがおすすめです。高いんですが時短力も凄まじいので投資する価値は十分あります。一番バランスがいいと思います。最後に編集系の仕事道具に一点の妥協なし以上って、デューク統合のごとき同士の方のみハイエンドの CT をおすすめさせてください。ぬるぬる動くホイールが本当に気持ちよくて、しかも便利です。気になる方は以前の動画も見てみてください。今僕がライブか CT かの2択を迫られたらCT を取ります。ではなんでループレックなのってところもお話しします。3つあります。最大の理由はつまみとホイールが操作しやすいことですが、もはや割愛します。2つ目が表示付きタッチパネルボタンのおかげで試行錯誤がめちゃめちゃしやすいことです。今回のライブ S 縛りの動画編集でも実感したんですが、仕事でも遊びでもなく真剣にデスクしてる身としてはアプリでサクッとボタンの機能やら位置やら変更できて、しかも使いながら内容を目視確認できるのはものすごくありがたいです。最後がフラットでコンパクトでミニマルでマックに合うオシャンティーなデザインです。この3つ全てを満たしてくれる左手デバイスは現時点では他にないと判断しております。ご質問やご意見など遠慮なくコメントいただけると嬉しいです。ふっふっふ、やがて始まるぞ、急げ、急いで準備を整えろ、本物の在宅ワーカーだけが生き残れる世界がやってくる、リア充な大人は逃げ出しな、手に負えねえうねりとともに肝をたどもの新時代がやって